マホガニーフクロモモンガは、哺乳孔にモンシモクフクロモモンガかフクロモモンガ族に分類される、哺乳類。オーストラリア体長オス24.7から26.7センチメートル、メス21.5から26.1センチメートル。オナガオス33.5から38センチメートル、メス30から39センチメートル。体重オス330から500グラム。 メス310から454グラム。覆面の毛衣は赤葛色。1883年に記載後に標本がないまま、オブトフクロモモンガの亜種とされることもあったが、1989年に再発見された。20ヘクタールの行動圏内で生活するが、開墾された環境では行動圏が小さくなる。行動圏内には最大13個の巣穴がある。時間を、 通常30メートル、最大60メートルまで滑空できる。一晩に1.5キロメートルを移動し、食物となる花の開花時期には長距離を移動する。外敵としては、袋類、おまきにしきヘビ類が挙げられる。食性は雑食で、樹液、花粉、蜜、カリ種皮、果実、チー類、昆虫などを食べる。繁殖形態は耐性。繁殖期は、 周期から翌年の春期で1から2頭の幼獣を産む。授乳期間は4から5ヶ月。生後1から1年半で生成熟する。寿命は5から6年と推定されている。マホガニーフクロモモンガが絶滅の危機に瀕している。理由は、松の植林、サトウキビやバナナの栽培、牧畜のための開根によって80%以上の生息地が減少したためである。 現在も現地の農家が農業目的にマホガニーフクロモモンガの生息地を開墾し続けているために不安定な状況にある。クイーンズランド州公園野生生物局はマホガニーフクロモモンガのための回復プログラムを制定した。ありがとうございます。